夏の果ては、岡安市道の小説。2013年9月に、小学館から単行本が刊行され、2016年7月には、小学館文庫で文庫化された。CM クリエイターである作者の自伝的小説で、19歳の時に5億円の負債を抱え失踪した父の影に、翻弄されながらも、厳しい CM 制作現場で戦い抜いていく、主人公の生き方を描く。 2015年3月に NHKBS プレミアムのプレミアムドラマ枠で私は父が嫌いですのタイトルでテレビドラマ化された。太平洋戦争後シベリア抑留から帰還を果たした父と教師だった母との間に長男として生まれた僕はいたずらばかりを繰り返すぱく少年だった。両家の出だった母の実家からの干渉を嫌った父の決断により一家は揃って 東京に引っ越すことになる。最初のうちは、一般企業の事務員として働いていた父が、税理士の資格を取り、事務所を開設したことで貧乏暮らしから脱却し、徐々により大きな家へと引っ越しを繰り返していく。僕は、父に連れられて、愛人の家を訪ねたり、そこで病気で伏せている愛人を海外しく看病する、父の姿を見せられたり、僕の剣道の試合に愛人を連れて、 応援に来る、父の姿を見たりするうち、次第に父に対して懐疑的な気持ちが強まっていく。また、税理士にしては、金回りが良すぎることを母に問いただされても、ニヤニヤ笑ってのらりくらりと交わすばかりで世の中を、舐め切っているような父の態度に、決してこんな大人にはなるまい、と思うようになる。僕、が大学に入った19歳の時に、突然父は、借金が5億あって、 自己破産する。家族に追求の手が行かないように離婚する。これからはお前が母と弟の面倒を見ろと一方的に僕に告げ失踪してしまう。父に代わり再建者会議に出席して父に対する悪口増減を浴びせられるうち父を愛せなかったのは自分が息子として欠陥品だったからではないと納得するとともに安堵する。 暮らしは困窮したものの父親の庇護から解放されたことで今まで感じたことのなかった自由も感じる。その後、奨学金をもらいながら必死に勉強して給料が一番良いという理由だけで広告会社に就職する。クリエイティブな才能などないことから営業を希望したが、営業での仕事はクライアントの接待に明け暮れ、それなりの成績は上げていたものの全くやりがいを感じられなかった。 そんな中で、独身では借りられない、公団住宅の抽選に当選し相手が必要だったこともあり、大手広告会社というネームバリューだけで結婚したがる、女性と結婚する。もちろん、そんな結婚生活はギクシャクしたもので、僕は仕事に生きがいを求めるようになり、社内試験を受けて、クリエイターへの道を進み始める。CM プランナーの仕事では、 奇抜なアイデアばかり出すせいで、最初のうちは全く採用されなかったものの、そのうち新しいものを求める会社に寄与され始める。仕事が順調になるのと比例して、妻とうまくいかなくなり、別居を経て離婚。やがて、CM 作りの現場からは、離れ管理する立場の役職につく。出張先の欧州で出会った大物のクリエイティブディレクターから、 クリエイティブエージェンシーの話を聞き、日本で自分もそれを立ち上げてみようと思い立ち、仲間を引き入れ社長に直談判して独立する。独立後、順調に業績を伸ばしグループ企業も増え、また価値観の合う女性との再婚も果たす。順風満帆な生活を送っていたある日、道端にうずくまる老人を見かける。父かと思い駆け寄ってみると別人だったが、 30年以上会っていない父に思いを馳せるようになる。父が失踪したのは今の自分と同じ50歳で、今ならあの時自分たちを置いて逃げていった父の気持ちが少しわかるような気もした。弟に相談すると会っても後悔するだけだろうが、かといって会わないまま死なれても後悔するだろうと言われ、父を探すことを決意。友人の弁護士に頼み父の居場所を突き止め、 手紙で連絡を取り弟と一緒に会いに行く。いろいろな考えが頭をめぐりどう接すればいいのか悩んでいたが、父はそんな屈託を全く感じさせない。失踪後、どうやってまた蓄財して復活したかという眉唾のの成功談を延々と聞かされるうち、自分が父親を苦手だったことを思い出していく。自分の息子たちや捨てた妻のことは何一つ聞こうとしない父に、 大切な事実を忘れたまま誤った鑑賞に浸って、のこのこと会いに来たことを後悔する。それでも一旦始めてしまった、親子ゲームを途中でやめるわけにもいかず、その後も何回か父のもとを訪ねることになる。やがて、父は病気で入院する。父には再婚した妻がいるにもかかわらず改造へする。別の女性がいて、蓄財もしているはずなのに、面倒を見てくれる人がいない。 家政婦を雇う金もない、などと相変わらず辻褄の合わないことばかりを言っている。月一度の見舞いだけは続けたが、決して父を許したわけではない。既得の知らせを受けても仕事を優先させて、行かなかったのは父への嫌がらせの気持ちもある。三日後父は死んだが、葬儀も欠席する。母には父に会ったことも父が亡くなったことも、伝えていない。 結局、失踪に至った本当の理由も、父が本当はどんな人間だったのかもわからないままで、残ったのは安堵と脱力感だけである。だが、僕にとって、父は呪縛でも自立へのきっかけでもない。ただ、思うように生きた父の息子が自分であったという事実があるだけなのだ。2015年3月29日22時23時に、 NHKBS プレミアムのプレミアムドラマ枠で、私は父が嫌いですのタイトルで放送された。主演はエータ。制作は NHK 福岡放送局で、撮影は福岡県福岡市と佐賀県唐津市で13日間をかけてオールロケで行われた。事前にリハーサルを行わず、出演者に地図を手渡して、地図を頼りに街を歩き人を訪ねる様子を、 ドキュメンタリーのように撮ると、実験的な撮影手法も随所に取り入れられている。ありがとうございます。